はい、やってまいりました、はい、神戸新聞 DX 推進本部の部長藤原です。全然関係ない安村です。販売企画あ、販売企画やけど DX 推進本部とは一切関係のない安村です。今日はどんなことをやるんですかね、我々。今日は8時間ぶっ通し生放送ということで、はい、そのトップバッターそうですよ、トップバッターの企画企画です。重大やね。しかも制作僕ですからね、うん、こんなに任せといて大丈夫なんかって話ですけ ど、今日やるのはなんと皆さん多分興味であるであろう新聞ができるまでの流れですね、うん、みんなわからないもんね。わかんないでしょ、そんなイメージ。記者が記事書いてなんか印刷したらなるっていう。そうだね。でもいっぱいいろんな人が関わってるの。まあ間に細かいことがいっぱいいっぱい積み重なって新聞っていうのはできてる。はい、まあだから新聞記者が取材をする、うん、それをデスクが見る、整理部っていうところが見出しをつける、うん、工場というところが印刷する、うん、販売店がお家まで届けると、うん、まあそういう流れですね。結構大雑把に言ってもそんだけあるんで、細かいところで言うと本当にたくさんね。そうですね。それをね20分ぐらいのドキュメントにまとめてきたんで、皆さん見てみてください。はい、 VTR Q。 新聞作りは取材から始まります。ニュースの内容にもよりますが、文化面の記事であれば情報収集をし、取材先にアポを取って取材に伺います。事件や事故の場合、発生した現場にいち早く駆けつけ、聞き込みや写真撮影をして記事にします。取材の基本は 5W1H を明確にすることです。読めば誰にでも分かる文章を書くため、記者自身、分からないところがあれば徹底的に質問し調べ上げていきます。記事には大きく分けて4種類あります。特ダネ、手配記事、町ダネ、行政発表です。やっぱり花形は特ダネ。特ダネは他社が記事にしていないニュースのことです。特ダネといっても急にニュースが湧いて出てくることはありません。普段の地道な取材や聞き込みが特ダネへつながります。聞き込みのメインが札回り、夜打ち朝掛けと呼ばれる警察への聞き込みです。警察担当の記者は毎日警察署へ行き、発生中の事件がないか、警察発表の広報がないか、あるいは未発表のニュースがないか取材します。こんにちは。こんにちは。今どんなお仕事をされてるんですか？今は事件の原稿を書いています。担当は何をされてるんですか？担当は兵庫県警の捜査一課と捜査三課を担当しています。捜査一課と捜査三課って具体的にどんなことが記事になるんですか？捜査一課は殺人や強盗などの強盗犯を取り締まる部門で、捜査三課は窃盗犯を取り締まる部門です。特ダネを取るために警察担当記者がやる仕事の一つとして夜打ち朝掛けがあります。警察の幹部や刑事さんの家に早朝深夜にアポなしで訪れ取材をすることです。迷惑極まりない行為のように思えますが、記事作成にはとても重要なことです。警察官も人間ですから、特ダネにつながるようなネタを囁いてくれることもあります。特ダネ以外にも新聞にはいろいろな記事が載っています。旬の食べ物を取材した記事や、地元の有名な定食屋さんが閉店するなど、特ダネに比べてインパクトは弱いように思えますが、近隣住民からすると大ニュースです。こうして神戸新聞では100名ほどの記者が兵庫県内などを中心に取材をし、翌日の紙面に載せる記事を執筆します。今日はどんな取材で来られたのですか？子どもたちが地下鉄をラッピングするということで、自分たちで手形と足形を使って動物を作って、それを地下鉄に貼り付けるという面白いイベントですね。取材をするときに心がけていることなどありますか？写真が大事かなと思っています。子どもたちって急に記者が近寄ったりすると顔が固まったりするんです
けれども、そこでいい笑顔が撮れたらすごい嬉しいですし、動物の絵を描いて貼るっていう楽しい作業をしてるので、どこが楽しかったのかなとか、どういう思いでやったのかなっていうのをうまく引き出せたらなと思っていつも気をつけてやっております。安福記者ありがとうございました。取材記者が書いた記事は神戸新聞社本社にある編集局へ集まります。ここは神戸新聞社の編集局です。今日は土曜日なのにたくさん人がいますね。どんな作業をしているのかちょっと聞いてみましょう。すいません、こんにちは。今神戸新聞社の取材をしているんですけど、今どんな作業をされてるんですか？今ですか？明日の新聞を作ってます。新聞は毎日発行しているので、編集局には毎日誰かが出社しています。こちらは神戸新聞社編集局報道部デスクの木村さんです。紙面って具体的にどういうふうに決めるんですか？こちらの席は長官の本番デスク席といいまして、新聞の一面から第一社会面、第二社会面、第二三社会面を作る仕事をしています。じゃあデスクの方は実際に取材には行かないのですか？そうですね、そのデスクというのは基本ここに座っていて、記者からですね、いろんな出向連絡が届くんで、その電話をバッと取って内容を聞いたり、実際記事がたくさん来ますんで、それを例えばこうプリントアウトして、これ赤ペン先生のようにしてですね、記者に送り返したりして、日々の紙面をこうブラッシュアップしていくと、そういう仕事です。具体的に一面に載りやすい記事ってどんな記事なんですか？そうですね、一面ご覧になっていただくと分かるように、その、固めの記事というかが多くて、例えば最近でしたらそのコロナの注目が非常に高いので、この政府の動きですとか、兵庫県庁とかですね、いろんな行政関係で大きな施策があれば一面に載りますし、例えばその最近ですとその知事が退任の意向ということになれば一面になりますし、そういう政治とか行政とか経済関係の記事が一面になりやすいです。でも毎日毎日ニュースを見つけてくるのって大変じゃないですか？そうですね、本当にその日によるんですけれども、この春のコロナ以降はですね、本当に膨大な記事が毎日送られてきて、逆にそのセレクトに困るという状態ですね。でその紙面に載せきれなければ、今はネットがありますので、神戸新聞ネクストに、どんどん配信していくという感じで、やっています。ちなみに今日の一面の記事って何なんですか？見られますか？はい、いいですよ。今日はですね、これは独自の記事で、その医療担当が出してきてるんですけど、12月の14日に国内初の手術支援ロボット火の鳥っていうのがありましてね、それの手術が行われるんですけれども、そういうそのロボットを使った手術を遠隔ですることによって、遠く離れた場所の患者さん の, 手術ができるようにする、研究拠点が法愛にできるというですね、記事でいこうかなと思って。木村デスクありがとうございました。その後さらに会議が開かれ、一面に載せる記事が本当にそれでいいのかを煮詰めていきます。編集局をブラブラしていると、ネクスト編集部という部署を見つけました。ちょっとお話を伺ってみましょう。神戸新聞社、編集局ネクスト編集部で、デスクをしております今泉です。今日はなんか撮影というのでネクタイしてるんですけど、普段こんな格好してませんので普段もっとラフな格好で仕事してますが、ちょっとイメージ良くしようと思ってこんな格好できました。はい、神戸新聞ネクストという、インターネットの、ニュースサイトに、ニュースを配信する部署になります。紙面に載ってる記事もそうなんですけれども、インターネットでしか配信してない記事っていうのも実
はありまして、まあ、こちらの方でそれが、それぞれ送られてくる記事を、見出しをつけて、まあ配信先を決めて、全てこの、2台のパソコンで、運用しながらやっているという感じです。どんなところに配信しているんですか？まあ、あのニュースサイトが主なんですけども、その他でいうと、まあ、あのヤフーとか、スマートニュースとか、ドコモとか、グーグルとか、まあ、皆さんそれぞれあのニュースを見ているブラウザーとか、サイトって違うと思うんですけど、まあ、たくさんニュースサイトになりますので、まあ、いろんなところにニュースを出すことで、まあ、神戸新聞の記事っていうのがより多くの人に目に触れるように、という形でいろいろ出しています。ニュースサイトもそうなんですけれども、三宮駅前にある、ミント神戸の駅名にミントビジョンと大きいビジョンがありますけれども、まあ、そういったミントビジョンであったりとか、駅の中にありますサイネージといって、あの動画が流れている柱のところに動画が流れている画面がありますけれども、まあ、そういうところなんかにも、定時にまあニュースが出るようになっていまして、それも全部こちらの方でニュースを配信しているという形です。紙の新聞とネクストで共通した記事が出されることってあると思うんですけど、どういった基準で選んでるんですか？まあ、僕らの場合ですと、まあ、ネットで読まれるかどうかっていうのが、載せる載せないの基準になります。まあ、ネットっていうのは、まあ、紙面であると兵庫県内の方が主に、読みますけれども、インターネットっていうのは、まあ、兵庫県内に限らず、日本全国世界中の方がニュースに触れますので、今の例えばトレンドであったりとか、今じゃあ全国的にどんなニュースが流行っているから、あ、じゃあこれも紐付けて読まれるんじゃないかなというところであったりとか、ちょっと違う目線でニュースっていうのは選んでいます。今泉デスク、ありがとうございました。話を紙の新聞の制作に戻します。こちらは整理部の山崎デスクです。いきなりなんですけど、仕事の内容を教えてください。仕事の内容、朝刊を作っています。新聞を作っています。その朝刊に載せるための記事の選別をしています。一面から社会面までの記事を全て組まれているんですか？一面から、まあ、あのニュースの面ですね。主にニュース、一面とか社会面とか外信面、経済面とあるんですけれども、そのニュー生のニュースが入っている面に今日はどこに何を載せるのかというのを、自社と共同通信という通信社から来る配信記事と、時事通信からも来る配信記事と合わせて、どれが一番どこに載せるのがふさわしいかというのを決めています。山崎デスク、ありがとうございました。会議で決まった記事を実際にパソコンを使って紙面組みをしていきます。これをやるのもデスクの仕事の一つです。デスクってたくさん仕事があるんですね。そうそう、紙面を彩っているのは何も新聞記事だけではありません。広告も重要な要素の一つです。次は神戸新聞社メディアビジネス局へ伺ってみましょう。すいません、こちらで広告に関するお仕事をされていると伺ったんですけど。はい、こんにちは、メディアビジネス局の池下と言います。メディアビジネス局内の、広告整理部という職場なんですけれども、主に営業が取ってきた広告を紙面に貼り付ける仕事を行っています。広告ってページやサイズによって値段が違ったりするんですか？そうですね、ページによっても大きさによっても料金は変わってきます。一面とか社会面、テレビ面でも料金が変わってくる場合があります。だいたいどれぐらい先までの広告予定が入っているんですか？一応組日前日には割り付けを完成させるというのがありますけども、まあ、1ヶ月先の紙面も考えながら、割り付けていきます。池下さん、ありがとうございました。これで新聞が完成したと思いきや、まだまだです。次は発行部数を管理している販売局の管理部へ伺ってみましょう。では部数の管理を担当している管理部の中尾次長にお話を伺ってみましょう。こんにちは、販売局管理部の中尾です。管理部では日々お客様の増減を販売店と連絡を取り合って、印刷工場と連絡を取り合っております。でも神戸新聞って朝刊で45万部あるんですよね。
一部ぐらい間違ってもいいような気もしますけど。あ、それは大問題になってしまうんです。販売店に卸す部数を間違えると、販売所の所長との関係性が崩れてしまうということで、本社はお客さんの増減に興味ないんだというふうに思われてしまいます。新聞の販売は販売所と本社が二人三脚で取り組まないといけません。部数を間違えてばかりだと二人三脚の作業ができなくなってしまいます。なので部数の管理というのは一部単位でしっかり確認して慎重に行っていけないといけないんですね。中尾次長、ありがとうございました。こうして販売局が部数を確定させたら、いよいよ新聞を印刷します。こちらは姫路市にある播磨製作センターです。神戸新聞には県内にここ播磨のほか清新、西宮と3つの製作センターがあります。新聞の印刷は編集局からデータを受け取るところから始まります。受け取ったデータをアルミ板に印刷します。アルミ板を輪転機に装着し印刷開始。ここ播磨製作センターにある輪転機では1時間で最大16万部印刷できます。色をチェックしながら輪転機の状態を監視し、適度に調整を加えていきます。まさに職人技ですね。工場で印刷された新聞はトラックに載せられ販売店へ運ばれます。ここは神戸市兵庫区にあるキャナルシティ専売所です。新聞が到着する前にチラシを織り込む準備をします。ブルブルさしてチラシを合わせています。見てて気持ちがいいですね。午後の2時30分頃、夕刊が販売店に到着しました。配達員全員で新聞を店内に運び込みます。それぞれ配達部数ごとに配達員が新聞を分けバイクに乗せていきます。キャナルシティ専売所で配られる新聞の数はなんと朝刊が3000部、夕刊が1500部です。約20人の配達員で配っています。計算すると1人150部から200部程度、だいたい1時間半から2時間程度で配り終えるそうです。こうして皆さんのお宅に新聞が届けられるわけですね。はい、ということで見ていただきましたけども、いかがだったですか？そうね、新聞がまあいかに多くの工程を得て作られてるかっていうのを分かってもらえたかな、うん、でしょうね。本当に結構弾いたんですけど、他にもね、まあ、社内の財務局とかね、皆さんの会社にもあると思う総務部とか、いろんな他の部も合わさってやっと一つの新聞社になって新聞を発行してるっていうことなんですよね。そうですね、うん、いっぱい、まあ、トータルでパッケージで、まあ、いろんな情報をもう地元の皆さんに、うん、でこれだけの人数が関わって丁寧に、毎日毎日自宅に届けてます、うん、たくさんの人見てほしいよね。まあいいもんに決まってますよね。そう、あんこんな人が触って作ってるんやから、はい、いいもんに決まってますよ。そうやね、そうでしょうね、はい、だから皆さんもぜひ新聞もっときっちり細かいところまで、ね、見ると面白いんで読んでみてください。明日の朝刊も
お届けしますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、そしたら次の企画へ。バトンタッチ。バトンタッチ。